揚げにレモン。あ、これまた戦争始める気ですよ。これ戦争始める気ですね。わかりました。よろしい、ならば戦争だ。はい、唐揚げにレモンをかける人は、手を挙げて、かけない人は、へだよ、へ。これもね、これ激アツの戦いをしていただきたい。やっぱ飲み会ってこうじゃなきゃね。もうね、飲んでるようで実はバチバチなんだよ。どう？お、意外とこれは？これ手を挙げてる人多いですかね。ちゃんとマスクつけてね。マスク、あ、そう、飲み会の時もね、マスク、こうビールの泡でマスクの人もね、アルコールで消毒してんだよって言っちゃうじじい。あ、これ、あ、これ、へが増えてきましたよ。これ、へ増えてきたよ。いらない。へ、あのし、あ、ここでもこう、有料のへだね。これ、気持ち強いですよ。この有料のへは強いですよ。あ、トゥモローさんは有料の手を挙げてる。レモン、ドラゴン族封印の壺喋っとる。キエー、壺が喋ったもう、壺はね、やっぱり、壺でもやっぱりこだわりがあったね。夢ならばどれほど良かったでしょう。これね、これはこれいいですか。これ私の派閥を言ってしまっても良い？良い。これ実はね、これちょっと話したら長い。これね、こう私はね、実は唐揚げの、唐揚げにレモンをかける人が信じられない女子だったんですよ。なんでそういうこと勝手にすんの？なんかせっかくのパリッとした感覚がしめしめ感になるじゃないのって言って、私もね、勝手にレモンをおじさんをね、ちょっとって思っている派閥だったんですよ。ですが、聞いてまだ聞いてよ。そう、私の言葉はまだ終わってない。聞いてね。私ね、そのところがなんと日本に来てね、日本の居酒屋というところで、ししゃもというものにね、出会ってしまったの。そしてね、ししゃもにね、レモンをかけて食べた瞬間に、あー、これじゃーってなったの。もうそこからね、ちょっとレモンを許す心がね、湧いてしまって、そこから初めてね、ししゃもにね、レモンかけて食べたら美味しかったんだ。この美味しさをね、分かってしまいますと、唐揚げにレモンかけてもどういうのかなって思っちゃった。ごめんなさい、ししゃもじゃねえ、ごめんなさい、レモン NG 党の皆さん。シンディア、ワーカーン。エンガーチョさん、まあね、そうだよね。あ、ちょ、パンダラさんもお怒りだよ、これ。あ、トゥルル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